情緒が全開でいっくで。そう来たれ変身が防がん。ちょうどいいところに兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおうか。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。よし、俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。冒頭の手は宗剣さん、大の手は信玄さん、越後の竜剣心さんに相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長と。この戦い、びっくり動物大集合だね。うん、いい働きだ。仕上げるぞ。攻めよ。ローマ打ち払うべし。偉い人たちが揃っているさ、楽できていいよね。こうして皆が結束する。これこそ官兵衛殿の努力の賜物。今回のあれ、寝てたらダメかな。頑張ったご褒美だって。そうです、ダメです。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。なんかうまくいきすぎてる気がする。で、あるか。いたせー、かかりやがった。我が2匹に10枚かぶき、獅子と魔王と、おまけにお猿さんが加わっちゃった。さすがにもうお腹いっぱい。もう怒っちゃいました。おや、お猿さんに一杯食わされちゃったかね。しまった、眼前の獲物に気を取られすぎたか。今が好機だ。城内の味方と合流したいところだが、門を開ける方法がねえ。城外にあるあの兵器、あれを用いて城壁を打ち破って。門を通らず壁を壊すだって。アホな考えだが悪くねえ。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることはない。ヤッホー、待ってたぜナタ。清盛のおっさんに無理言ったんだ。きっちり働いて恩返ししてくれよ。おっさんと俺の妖力を込めたその体、そいつがありゃ負けねえだろ。おー、
また盛大に壊れちゃったの。これなら楽々取れるわい。派手に壊しやがって修理が大変だろうが。あ、知ったこっちゃねえな。けたぞ、ナタ。俺と勝負しろ。お前らどっから入ってきた。呪文の術は解けてねえだろ。ここで両夫の登場とは。まず戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる闘争を楽しむ。やるじゃねえのよ。分身の術って使えたら便利だろうな。分身を働かせれば俺は寝て暮らせるし。お前なら分身も寝てそうだけどな。貴様はこの俺が倒す。お邪魔はさせん。またなんだ。どうして無駄なことを繰り返すの。ナタ、すまねえ。やられちまった。孫悟空は倒した。これでナタの術は解けたはずだよ。良き者の不要。見事な手並みであられ。いい働きだ。一人。お前らザコに用はない。僕が弱いはずがないんだ。だって強くなるために改造したんだ。僕はもう負けない。人間より弱いはずだ。織田だった。龍馬は打ち払った。小田原城へ向け兵器を運び出す。幼者討滅の戦始めようぞ。僕が三度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でも
いいのかな。